初はベトナム風の揚げ春巻きを作っていきます。まずは具の方を作っていきます。豚ひき肉に塩少々をして戻した春雨、人参と椎茸、粗くみじん切りにしたものを加えてよく混ぜていきます、ベトナム風春巻き、ライスペーパーで包んで揚げていきます、中華の春巻きよりもサクッとした軽い仕上がりになっていきます。今日は8個作っていくので、なんとなく4等分に分けておきます。はい、ライスペーパー4枚を半分に切っていきます。濡らしたライスペーパーに具を入れて両サイドを内側に折ってくるくると巻いていきます。同じように8個作っていきます。はい、油で揚げていきます。くっついてしまうと皮が剥がれて中身出てしまうので、離してくっつかないように少しずつ揚げていきます。はい、揚げている間に漬けダレを作っていきます。今ナンプラー、お酢、ナンプラー小さじ2ぐらい、お酢大さじ1ぐらい、はい、砂糖も小さじ2強、はい、よく混ぜてタレの完成です。色づくまで揚げてください。揚げ終わりましたらお皿に盛って、パクチー
我が家大好きなのでパクチーをたくさん添えて完成です。パクチーとミントとレタスなどお何でも、野菜たっぷりでいただいてください。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。